高校卒業資格取得のための必修授業。 N 校 S 校は学校教育法第1条に定められた高等学校です。一定の条件を満たせば高校卒業の資格を取得することができます。高校卒業資格の取得のためには必修授業であるネット学習、スクーリング、テスト、この3つの学習が必要となります。ネット学習、すべての学習はパソコン、スマートフォン、タブレットから行います。時間や場所を選ばずに自分のペースで学習することができます。ネット学習では5分から10分程度の映像学習と確認テストを繰り返し行い、レポートもネットで提出します。チャプターが細かく分かれているため苦手な部分を把握しやすく、理解できるまで自分のペースで繰り返し学ぶことができます。必修授業の学習には N 予備校というオリジナル学習アプリを使用。大手予備校などを歴任してきた一流の講師陣による質の高い学習や VR 機器を使用したバーチャル空間で学びを深めることができます。学習内容でわからないところは N 予備校のフォーラムや QA で質問したり、生徒マイページや質問フォームからいつでも質問することができます。また他にも各科目ごとにメンターと呼ばれる教職員がサポート、スラックには各教科別のサポートチャンネルがあり、気軽に質問できる体制が整っています。学習の進捗状況はメンターや保護者もリアルタイムに確認することができるため、進み具合が良くない時や何かにつまずいている時にもスムーズにサポートすることが可能です。スクーリング、スクーリングとは対面学習の授業です。高校卒業資格の取得のために必要な必修授業となっており、すべての生徒が参加します。1年次と3年次は全国各地のスクーリング会場で行われます。2年次は N 校は沖縄県うるま市、 S 校は茨城県つくば市の本校で、履修科目や特別活動の授業のほか、地域ならではの課外活動を行います。ネットで交流していた仲間たちと直接会えたり、新たな友人ができる場でもあります。テスト、テストは年1から2回、期末に指定された全国各地の会場で実施されます。映像学習とレポート提出をしっかり行っていれば十分に合格できる内容です。 ICT ツールで効率的に学びつつ、皆さんも熱中できる何かを N 校 S 校で見つけてみませんか？